ケント・アレン・ハーベックは MLB の元選手。ポジションは一塁種。アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身。ニックネームはハービー。1978年の MLB ドラフトで地元のミネソタツインズから17順目に指名を受け入団。開始名ながら早い時期に頭角を表し、1981年に A 級で打率37類。379.27本塁が。 111、1> 11 1打点を記録し、低迷していた、チーム事情もあって3階級特進で、メジャー昇格。8月24日のニューヨークヤンキース戦で、メジャーデビューし、延長12回に決勝点となる本塁打を放った。新本拠地、メトロドームが開場した1982年は、開幕からメジャーに定着し、前半戦で打率。332.17本塁打。 60打点を記録し、自身最初で最後のオールスターゲームに選出される。後半戦で失速したが、打率。301.23本塁が、92打点の、好成績を残した。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、カルリプ・ケンジュニアに次ぐ2位に入った。1984年は打率。311.27本塁が、キャリアハイの107打点を記録し、低迷していたチームが、 終盤まで地区優勝争いを続ける原動力となり、MVP の投票で、ウィリー・ヘルナンデスに次ぐ2位に入った。1987年は、キャリアハイの34本塁打を記録し、チームの地区優勝に貢献。デトロイト・タイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦で、ジャック・モリスから本塁打を放った。チームは4勝1敗でシリーズを制し22年ぶりのリーグ優勝を飾る。 セントルイスカージナルスとのワールドシリーズでは、第6戦で満塁本塁打を放って勝利に貢献し、チームは4勝3敗でカージナルスを破りワシントン。セネタース時代の1924年以来、ミネアポリス移転後初のワールドチャンピオンに輝いた。1988年は、キャリアハイの打率、312を記録する。1989年は故障で109試合の、 出場に止まり、レギュラー定着以後初めて規定打席に到達できなかった。1991年は20本塁が89打点を記録し、チームは前年の地区再開から地区優勝、トロントブルージーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率143と不振だったが、チームは4勝1敗でシリーズを制し、4年ぶりのリーグ優勝。 アトランタブレイブスとのワールドシリーズでは、第1戦で本塁打を放ったが、その後は不調。3勝3敗で迎えた第7戦では0から0の、同点で迎えた8回に1四万塁のピンチを迎えるが、1塁ごろをさばいたハーベックの素晴らしい勝利で、3から2から3の閉札を完成させ、ピンチを切り抜けた。試合はそのまま延長戦となり、10回にサヨナラで勝利を収め、 ワールドチャンピオンとなった、同年、ルー・ゲイリック賞を受賞。以後は、故障勝ちとなり、1994年から1995年の MLB ストライキによって、シーズンが打ち切られた1994年に34歳で、現役を引退。ハーベックの背番号、14、ミネソタツインズの永久欠番に1995年、指定、通算293本類だわ。 球団史上、ハーモンキルブルーの559本に次いで、現在でも歴代2位である。1995年に、現役時代の背番号14が、ツインズの永久決番に指定された、地元出身ということもあり、チームメイトのカービーパケットと並んで、ファンから熱烈な人気を集めた。ゴールドグラブ賞の獲得こそなかったものの守備力にも、 優れ、新人時の監督ビリー・ガードナーは、私が27年間見た中で、最高の守備の名手と称えた、ありがとうございます。